コウジももう来てるのかな。ここは若南町。おうおう、おい、え、後ろにいたんかい、コウジ。おっと、ここにいたか。聞いてくれよ、20の一発。なんだよ、俺は絶対カリンを脅されてるって思うんだ。だってよ、普通さらった相手のところにしばらくお世話になることにしたんですなんて言うか。ああ、その話もう聞いてんの。ちょっと時系列的には前だったのかな、さっきのシーンは。いたらそいつの顔を見てやりてえぜ。コウジ、コウジ、落ち着いて。何言ってんのか分かんないよ。てか、カリンのことだけどよ。ああ、お母さんだったんだね、やっぱ。カリンのお袋さんが言うんだ。カリンから連絡があったって。心配するなってさ。どういうこと？カリンちゃんさらわれたんじゃないのか。だからさらったやつから脅されて言ってるに違いねえんだ。カリンのお袋さん、カリンに似て、そのちょっとのんびりしてるっていうか、人を信じやすいところがあって。カリンちゃんのお父さんは心配で夜も眠れなくて、セレクト隊に任せてられないからって、ああ、自分で毎日探し回ってるらしいぜ。おじさんのためにもカリンを早く取り返さなきゃならねえ。ああ、アリカちゃん、事件よね。どうした急に。わあ、アリカ、いつの間に。一刻も早くカリンちゃんを見つけることね。そのためには、じゃじゃーん。何、なんだ、何これ。若南小学校で美人コンテストやるんだって。え、これってカリンちゃんを探すのにいい機会じゃない。よくわかんねえんだけど、まあ、確かに若南にいるんですけどね、カリンちゃんはね。私出てみようかな。なんで。なんでだい、アリカ。アリカ、よく読めよ。参加資格のところにメダロットって書いてあるじゃないか。メダロット美人コンテスト。うるさいわね、もう。ちょっと間違っただけじゃない。誰、風、風いく、血エグ、血エグさん行っちゃう。どうしようかね。カリンがこの学校にいるなら絶対に美人コンテストに出るはずだ。あー、ナースちゃんで。コウジ、コウジ、しっかりしろよ。メダロット美人コンテストだからな。な、行くぜ、美人コンテスト。コウジー、ダメよ、聞いてないわ。なんだかな。私たちも行きましょう。あ、これもう若南町に着いたってことなの。全然、あ、畜生、なんで俺たちが入れねえんだよ。反り込み、モヒカン、全くだぜ、あの女。わけわかんねえし。亀山町のやつらここまで来てんのか。入れない？どこに？入る？なんか関所みたいな感じ。ん？美しくないってなんだよ。俺たちのどこが美しくないってんだよ、ほら。だけんじゃねえっての。なるほどね。そういう街か。美しさですかね、今回のテーマ。美しくないものはそもそも街に入ることすらできないんだ。あ、なんだよ、道塞いでんじゃねえよ。え、あ、あ、あ、そう、そうね、そこに毒しかないよね。ふう、怖かった。なんなんだろう、この街は。あ、リカちゃん。入れてもらえなかったのかな。あ、コウジもいる。あ、エンカウントは変わんないね。エンカウントはオアシスと変わらなそう。どうしたん、どうしたん。もう2時の一発ったら、どこで油売ってたのよ。また遅いって言われるのか。この清掃。ほんと。またこの流れですか。この二人といると身が持たないよ。何か言った？いつも言われてるもんな。いいえ、なんでも。ああ、あそこか。どうして？なぜ私は入れないんだ？応募だ！理不尽だ！理論的に納得できない！博士も入れないのか。そう思わないか。ボッ。怖いな。強烈なやつ使ってんな。よしよし、お前は悪くないんだ。お前はこんなに美しいのに。あ、メダロットの美しさを見られるのかな。何あれ、あの、もしかして、あ、白玉さん、あの裏切り者ですよね。おう、誰かと思えば君は私のマナ弟子、虹の一発くんではないか。お願いですから勝手にマナ弟子にしないでください。
照れることはないだろう、君と私の仲じゃないか。照れた笑顔で。照れてません。ところで何してたんですか。そうそう、聞いてくれたまえ。この学校、美しいものしか入れないとか言って、このプリティーな私とビューティフォーな私のリンボマンボリンボマンボっていうの、リンボマンボを追い出したのだ。白玉さんが美しいかどうかはともかく、そんな規則があるんですか、この学校って。美人コンテストならナエさんもきっと出てると思ったのに。いや、来ねえんじゃねえ、さすがに。だってずっとあれよ、座椅子に座ってますよね。座椅子かどうか分かんないけどずっと研究所にいますよ。ムキー、訴えてやる。すごいことだ。来んのかな、ナエさん。白玉さん、コンテストはメダロット限定ですよ。みんな勘違いしてんね。行っちゃった。美しいもの以外入れないだ。ふざけてやがるぜ。今度は制服があればいいってもんじゃな。そうね。ああ、また潜入作戦を考えないといけないのか。ま、この有香さんは問題なしとしても、どうかな。どうかな。なんだかな。何を。おお、なになに。いてててて。炸裂張り手か。とにかく行ってみようぜ。そうだね。うん。お。ちょっと待って、あなた。工事はどうなんだ。入れてもらえないのか。あなたは合格よ。おお、ただあなたのパートナーに興味があって。え、メダロッチからメダロット出してみせて。めんどくせえな。やっぱメダロットも見られるんだね。あら、メダロッターも素敵なら、メダロットもやっぱり趣味がいいわね。40は。エクササイズは OK なんだ。これ、なんだろう、純正にすればいいのかな。今多分ダメですよね。俺の通らない気がする。一発くんはともかく。って言われてる。ありかちゃん。何よ、何か文句でもあるの？はっきり言いなさいよ。ありか、落ち着いて。ルックスはギリギリセーフって感じだけど。ひどいな。可愛いのにな、ありかちゃん。あなたちょっと、服がね。服のセンスがね。オーバーオールはダメなのか。可愛いのにな。ファイナルファイトのアンドレも来てるしな。ギリギリセーフってどういう意味？まあまあ、ありか。セーフだったんだから別に。よくない！侮辱だわ！はい、すみません。とにかくあなたは服をなんとかすべきね。あ、ダメなのか。そしたら通してあげるわ。はい、次。ああ、なるほど。じゃあ、ありかちゃんに可愛い服を着せるっていうイベントか。何してんの？あんたの番よ。俺も。俺もだろうな。あ、そっか。あなた。そのちょんまげ外すべきね。ちょんまげはダメなの？え、あなたちょんまげ外したら考えてあげてもいいわ。忍者の一発にはそれだけ？簡単じゃない。今すぐここで外しちゃえ。おー、やめろよ。おい、やめろ。待ちなさいよ。なになになに。別にアリガちゃんと一緒に作戦を練ればいいじゃない。ぜいぜい。はあはあ。ちょんまげ外すぐらいでなんでそんなに嫌がるのよ。なんか、頭触られるの嫌だよね、でもね。それは。まあいいわ、どうせ私も洋服変えなきゃ入れないみたいだし。行きましょう、二重一発。行くってどこに？それから工事は？また別れんのか。じゃあ俺は先に中に入っておくぜ。暴れるなよ、揉めないでよ、頼むから。お前らがどんな格好になっているのか、今から楽しみだ。助走する必要はないはずだけどな、今んとこ。ありかを追いかけるか。入れないんだよね、今ね。あなた、ちょっと待ちなさい。その格好だと入れてあげるわけにはいかないわ。もっとおしゃれな格好で出直してちょうだい。いいか、ちょっと一回セーブしますね、ここでね。またちょっと毛色の違う街だな、今までとは。さあ、じゃあ続きをね、やっていきましょう。なんとかこの若男町に入らないといけないんですけど、ちょんまげほどけって言われてんだよな。あ、これはかりんちゃんの写真じゃないか。え、ああ、そういうこと。女の子探しています。こんな南方まで。名前、純米かりん。失踪当時の服装、髪の毛を両脇で束ね、ピンク色のワンピース。見つけてくれた方には1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、すごいね。差し上げます。点をつけてくれないと、単位がわからんよな、ここまで来ると。
純米財閥。あ、お金持ちのやることは違うな。お父さんが張ってんですかね、ここにね。若南小学校、小学校か。町自体にはもう入れてんのかな、ちょっとわからんよな。建物ありそうだけど、おじいさんか。コンビニとかあんのかな。マリカちゃんがいるね。うちはぐるっと回って、あ、コンビニありますね。先に見ちゃうか。え、いらっしゃいませ、こんにちは。声かけてくれるんだ。女子、見て見て、新しいコスメ出てるよ。あ、え、マジ、キャー超かわいい。顔グラ、これ2人違うんだな。なんか2人とも黒馬くん開演っぽい感じがしなくもないが、輪郭のあたりね、この人とも似てるような。ここのレジのお姉さんって明るくていい感じだよな。ちょっと違うね、他の町とね。何を売ってるんですか。あ、2つだけ。ジ・オーシャンなんだっけ。あー、これか、回復ね。マイナス症状クリアか、僕は。あー、これ、これ買えんのか。さようですか。あー、腕が回復パーツですよね。一応買っとくか。持ってないみたいだし。女の子パーツはちょっと集めときたいんだよな。あー、出るときも言ってくれんだ。ありがとうございました。またお越しくださいませ。気持ちがいいね。これは来ちゃうね。で、アリカちゃんがいたところだけですね、もうね。何やってんの？うわ、高そうなお店。行くわよ、虹の一発。服屋かな？え？ここで負けたら女が廃るわ。うわぁ、高額ブティックかい。何してんの？あんたも早く来なさいよ。とほほ、買わされたりしたらどうしよう。まあ、5万あるからね、今ね。買えなくはないけど。待って、右上知ってる人な気がすんな、あれ。あれ、キララさんじゃないか？これもいいけど、あっちも試してみようかな。これは、どっかで聞いた声だな。やっぱりそうだよね。あ、これ店員さんか。右のコンパニオンは。いかがですか、お客様。そうね。あ、キララさんももしかして美人コンテスト出んのかな。キララさん？あら、21発くん。あら、キララさん。こんにちは、アリカちゃん。こんにちは。キララさんはどうしてここに？私もミスコンに出ようと思って、やっぱり？ゴッドエンペラーで出んの？メダロットの美人コンテストですからね。え、そうなんすか？虎穴にいらずんば、孤児を得ずってね。なるほど。え？なんでもないわよ。それより君たちは？私たちもコンテスト出ようって思ってるんですけど、この服じゃダメとかって、入れてもらえなかったんです。頭きちゃう。服をダメ出しされたのはアリカちゃんだけですけどね。僕なんてこのちょんまげがダメって。そうね。そのちょんまげ外せないんだったら隠れるようにするか、あとポニーテールにするって手があるわね。そうなんの。キララさんにやられちゃうのか。ミッション一発くん、どっちがいい？隠れるようにしてください。え、そうなの。ポニーテールにしたら絶対可愛いと思ったのに。キララさん、まあいいわ。そうね。じゃあ、そうだ、衣装の方をちょんまげに合わせてやるといいかもしれない。コーディネートは私にお任せ。あー、ちょんまげに合わせるってどういうこと？これとこれとこれ、はい、着てみて。何ですかこれは。いいからいいから、いいからいいから。無言で。かっこいいね。お侍をイメージしてみたの。こんな服ブティックにねえだろ。すごいね。ヒクソン・グレイシー戦前の船木ぐらいしか買わないだろ、こんな服。あの、でもここって高いんじゃないですか。私としてはそれよりも高級ブティックにそんな衣装まで売ってることの方が気になるわ。そうだよね。いいのいいの。領収書は必要経費として博士に回しておくから、それは21発くんにあげるわ。これ通れんのかな。珍妙じゃない、ちょっと。え、はあ、ありがとうございます。可愛いけどな。羽織袴、へえ、いろいろ手に入りますね、服がね。ともかく次はアリカちゃんの番ね。アリカちゃんはじゃあガンマン、女ガンマンでどうですか。そうだ、アリカちゃんに私の
昔の衣装をあげるわ。キララさんの昔の衣装ってなんだ。キララさんのですか、制服。ねえアリカちゃん、今手元にないからちょっとついてきてくれる。え、いいですけど。衣装っていうのはちょっと気になるよな。レトルトレディの服じゃないだろうな。じゃあ21発くん、私たちちょっと出かけるから、君はその格好でもう一度チャレンジしてきて。え、一人で行くの。あ、なんだよ、一緒に行動したかった。キララさんもミスコンに出場するのか。どんな格好で出場するのかな。興味ある。興味ある。あ、動ける。この服のまま動けますね。いらっしゃいませ。わからないことがあったら何でも聞いてね。洋服がたくさんあるよ。お客さん普通にいいんだね。まあ奥様本当によくお似合いですわ。ああ、主婦か。あれ、そうだったらこれに決めちゃうかじゃ。その頭のなんつうんですか、カーラーっていうんですか、つけたままブティックに来ねえだろう。あら、いらっしゃい。うちの店は一流ブランドから3足1000円の靴下まで何でも揃ってるから。ああ、3足1000円の靴下ありますよね。だいたい980円の気がするけど、ゆっくり見ていってね。そんなにお得感ないけどな、3足1000円。試着室ね。これやった。あ、ないかなって思ってちょっと見てたんですけどね。キャー、 OL の人か。わあ、ごめんなさい、女子高生がよかったな。もう見ちゃダメだよ。ダメですよ、こういうのやっちゃう。おじさんがやったら犯罪ですからね。まあ、子供も変わんないと思うけど。お、あれ、水地いいんじゃん。とりあえず若男症に行こうかな。水地も出んの、美人コンテスト。ただ見てるだけか。傍観者だからな、こいつは。あいつ女装だけじゃなくてあんな格好まで。確かにな、この顔初めてですね、水地の。趣味か。うん。あ、来た来た来た、菊姫来たよ。メダロット美人コンテストなんて私のダークパンサーなら優勝間違いなしよね。もちろんですぜ、姉子。優勝間違いなし。かわいい。分かってるじゃないの、お前たち。さあ、申し込みに行くわよ。あ、菊姫も来んのか。菊姫、果たして通れるんだろうか。岩の井と鏡山はどうかね。本当にこの子を捕まえただけで1000万円もらえるロボ。早速みんなに報告ロボ。ダバダバダバ。なんか動き始めた感じしますね。え、あ、ヒカル兄ちゃん、永田さん、ちゃんと仕事してくださいよ。いいんだよ。特にすることないしね。いや、よくねえだろ。お客さんがいない時も結構ありますよね、仕事、コンビニバイトは。だったらジュースの棚とか整理してくださいよ。いいんだよ、特にすることないしね。やべえな、ヒカル兄ちゃん。全然ちゃんと働いてないな。アガタさん、いいんだよ、特にすることないしね。びっくり。あ、そういうこと。これはアガタさん人形。あ、店長、アガタさんがすでにサボってます。すでにって、これで時給をせしめようって言うんだから。あ、教授、赤金教授が普通にいんね。あれ、赤金教授、教授はまああれでは終わんないよな。この弱男編だけで出てくるキャラなのか、メインストーリーに全体に関わってくるのか、ちょっとまだ読めてないですけどね。いや、21発くん、教授何してんの。教授、ミスコンになんて興味あったんですね。もしかして教授も出場するつもりで。いや、見学しようかと思って来たんだけど、中に入れてもらえなくてね。そうなの。厳しいね。清潔そうなね、イケオジなんですけどね、教授は。ダメですか。虹の一発くんは出るのかい。僕も入れてもらえるかどうかはまだわからないんですけどね。うん、そうか。教授、いや、なんでもないんだ、虹の一発くん。頑張ってくれよ。あ、はい。諦めんの。どうしたんだろう、教授。なんだかとっても寂しそうだ。なんとか中に入れてあげたいけど。着替えるしかないよね。どうしたんだい、学校には入れたのかい。入ってみますか。あ、いるね。大丈夫かな。できれば入ってほしいんですけどね、菊姫には。ちょっと私たち入れてない。私たちは入れないってどういうことよ。理不尽だ。
僕こんなにいつも綺麗にしてるの。そうだよね、割と汚れてる、汚してる感じしますけどね、お洋服。覚えてなさいよ。あ、諦めてる。覚えてろ。スクルーズ、お、お前ら何を見てるんじゃないよ。そんな格好しちゃって見損じゃねえぞ。僕は綺麗じゃないって言われるなんてショック。いくわよお前たち、目にもの見せてくれるんだから。何するつもりだろう。焼き打ちですかね。嫌な予感。とりあえず試してみるか。奇抜なアイデアね。確かにそれならちょんまげもマッチしてるわね。いいんだ、オッケー、通ってもいいわよ。あ、それとうちのキングトルーパーかい。若男の生徒以外で小学校に入れるのはミスコンの出場者だけだから。は、上にある受付で参加登録していってね。そうなんミスコンに出ないといけないんだ。ここは首里様が治める若男小学校。じゃあ進むかな。ここはミスコン出場者の方ですね。それではこちらの用紙にお名前を書いていただけますか。天領二次の一発っと。はい、結構です。天領さんは二次審査の出場となりますので時間に遅れないでください。二次審査、一次審査はいいんですか。ちょっと仕組みがわからんな。お、あ、かりんちゃん視点。かりん、ここ気に入った。ここはとっても素敵ですわ。かりんちゃん可愛いな、やっぱこう見ると。ここはあなた専用の場所にしてもいいわ。あなた専用の場所ってなんですか。ここはあなたにあげると言ったの。計画が実現すれば世界は私たちのものになる。そうしたらあなたが欲しいもの何でもあげるわ。欲しいもの、そう、あなたが望むもの。チュリさんは何が欲しいのですか。私はこの世の全ての美しいものよ。そのために私は世界を手に入れたいの。チュリさんにとっての美しいものって何ですかすごい質問してくるな。この世界のどこかには世界で一番美しいと言われている、ああ、フユンストーンね。フユンストーンという宝石があるというわ。やっぱそれ狙いか。私はその宝石を手に入れて。手に入れて？そろそろ準備を始めたいの。カリン、コンテストが近いわ。あなたのナースちゃんをきれいにしてあげなくてはね。やっぱカリンちゃんも出んのか。ナースちゃんがコンテストに出るなんてドキドキしますわ。ではナースちゃんを呼んできますね。カリン、あなたは私のものよ。誰にも渡さないわ。メダロットやっぱなんかちょっと先取りしてる感じしますよね。女装の下りといいね。でこの曲、俺はどうすればいいんだ。うん、あなたも通れたんだ。確かにルックスはまあまあね。でもあなたミスコンのルールはちゃんと分かってんのかしらん。分かってないね。教えて。うふふ、その正直さに免じてこの私が丁寧に説明してあげるからよーく聞きなさい。ミスコンっていうのはね、言うまでもないけどメダロットの美しさを競うコンテスト。ってことは工事のメダロットとかやっぱり有利なのかな。まあ、エクサイズはかっこいいですもんね。おさくらちゃんは逆にいいかもしれないけどね。シャラップ。美しいって言ってもね、スマートでかっこいいだけが美しいってわけじゃないの。あ、そうなん。じゃあうちのパンはダメか。パンとギガオッポッとさダメか。ミスコンを審査する審査員が美しいと思わなければ意味がない。今回のミスコンの審査員長、美少年、あーそういうやつ、派手好きのおか美少年なのに派手好きのオカマなの。こっちもオカマメダロットの方がきっと受けがいいはずよ。オカマメダロットってなんだよ、持ってないよそれ。オカマのメダロット、そう、メダロットの男っぽさ女っぽさはメダルによって左右される。そして外見は当然パーツ、つまり男っぽいメダルに女型ティンペットっていうのが、はあ、オカマっぽい。そういうこと？そういうことなの？オカマって。オカマっぽいメダルってなのよ。ティンペットは女型なんだ。オカマっぽい？逆じゃないの？逆な気がすんだけどな。まあいいけど、そこの定理は。あとは自分で考えるのね。それじゃまたね。あー、そうそう、ミスコンは必ずしも純正パーツが強いとは限らない。
いろんなパーツを試してみるのね。なるほどね。親切だけど変な人だ。これもう始まっちゃうのかな。ミスコンに出場するメダルとこれでいいかな。ちょっと待って、踏まないとね。別のパーツに変えようかな。若南小学校主催ミスター&ミスメダロット美人コンテスト。入れるところも結構ありそう。これは教室ですかね。